草っこい花、草っこい花って。ほい、ということで今回も続きからやっていきたいと思います。じゃあ早速マンション。お、今回もなんかいろいろ。さあ、じゃあ早速、友達になりたがっとるのかな？ライチちゃん、入る。グッモーニング。お、なになに、紹介するの？今一緒におったよね、シーンくん。お、サキちゃん、いいじゃん、いいじゃん。いいと思う。うんうん、協力してあげて。もしかしてさっきまで一緒に部屋に寄ってそういう話をしよったんかな。恋人が欲しいわーみたいな。ライチちゃんの恋のキューピッド作戦がうまくいくといいんだけれど。シンくんかわいいよね。ニッコニコや。あ、しかもここって身長的にもちまっとした二人組か。いいやん、いいやん。今日はありがとう。こちらこそありがとう。お、どうなるか。あー、何も起こらなかった。いや、でもきっとこの後に気になりだすはず。おう、よかったよかったね。だってライチちゃんと台湾さんもね、最初はああいう感じでデートしたけど、最初友達からどころか興味なさげやったもんね。おー、じゃあ次ライチちゃんどうしよう。今んとこ猫レンタル、猫レンタルぐらいなんか。それでは CD をあげます。ほいよ。道具 CD をプレゼントしました。春は出会いと別れの季節ですね。だね。出会いだけならいいんだけど、別れもあるから悲しい。でもやっぱり出会いもあるから楽しい。どっちだっていう。うわ、賑やかになったな急に。はい、次 K 君入る。グッモーニング。アリナと友達になりたいです。お、アリナとぜひぜひなってあげてよ。紹介する。どんな話。多分ね、頭を使う話、真面目な話はちょっとね、嫌だ。嫌やと思うけん。面白い話、世間話、世間話ぐらいがちょうどいいかな。アドバイスありがとうございます。ではちょっとお話ししてきます。ほいほい。最近の芸能ニュースとかそういう感じのことならきっと好きだと思うよ。さあ、うまくいくかな。お、笑いよる笑いよる、きっと大丈夫だ。ん、よかったよかった。でも K 君の方そんなに笑ってなかった気がしたけど。うまくいきました。よかったよかった。ありがとうございます。おかげで友達になれました。いえいえ。お、レベルアップ。それじゃあ今回は、ケイ君は結構サンドバッグ、テニスラケット、まあ運動系なんよね。ということだから、ゴルフクラブ、サッカーボール、ルームランナーでも、ほい、あげます。道具ルームランナーをプレゼントしました。てか、もともとの家にルームランナー設置されてるじゃねえか。実用品、催眠術セットをもらいました。タイランドは親友になりたいと思ってます。お、マジで。今親友ももちゃんだけど。いや、でも親友別に一人とは限らんもんね。あっちのルームランナーも使うんだよ。ほい、それじゃあハットくん入る。遊びましょう。遊ぼう遊ぼう。遊ぶ。トランプ、ババ抜きです。交代で相手のカードを引いてペアが揃ったら勝ちです。さあ、これ分かりやすい人は分かりやすいけんね。こっちだな。マジか。さあ、引くがよい。
よっしゃい。ということは、ん？こっちだ。は、初めて続いた結構。うし。両者譲らぬ。こっちだ。は、やったね。イエーイ。最終的に勝利をもぎ取ったよ。ありがとう。一つだけあげます。それか選んでください。じゃあ今回は、中くらいの、お宝スノードームをもらいました。あ、いいな、アヒルの方が良かったかな。どうでもいい。あ、マジで二人で撮ったん写真。見せてよ、それ。見せてよ、それ。それは二人の秘密か。ほい、じゃあ次、ユニポンちゃん。お、何？二人でヨガやってんの？いいね、いいね。ヨガ教室やん、もうなんか。こういうのなんか、仲間がおったら、頑張れるよね。行ったことないけど、ヨガ教室とか。入るよ。ちょっとお邪魔しまーす。おはようです。おはようです。くしゃみが出そうで出ません。お、来たな、くしゃみ。手伝うよ。さあ、来い。はい。収まるなよ。収まるなよ。さあ、来い、花。さあ、来い、花って。くしゃみ。おい。あー、収まりそうな予感。ダメダメだ。あ、来るぞ、来るぞ、来るぞ。収まりました。へぇー。これさ、私の動かし方って正直さ、鼻の中に突き刺し寄ることない？今は思ったけど。横向きにサワサワサワってやった方がいいかな。まだ眠い。二度寝しちゃいます？二度寝しちゃう？私は時間が許す限り二度寝はするよ。というか何度寝でもするよ。ほい、じゃあ募金を募ります。みんなお願いね。今日は2万700円集まりました。ありがとう。オッケー。そして、朝市。さあ、今日は何が売ってるかな？生ガキ。生ガキ作るのか？食当たりにならんようにせんとね。で、とりあえず、どうだ？ 10 個ぐらい買っとく？買います。お、なになになに？実用品使い捨てカメラをおまけしてもらいました。使い捨てカメラか。へいへい。フライングディスク開催中。あ、ミーニュースを見てみよう。入る。ほい、お願いします。ココナッツバーガー。唯一のバーガーショップ。どんだけだ。マジで。それが何？超絶まずいんすか？涙ながらに食べてあげてよ、みんな。今、テレビに映ってるんですか？そうです。見てる？二人とも、もっと、ココナッツバーガーのことを気にしてくれ。どんなんなんやろうね。興味はあるけれど。怖いよね。お、女子会開催中。ちょっと覗いてみますか。なんか、ドキドキすることを嫌いかな。わかる。わかる。最近、ピーナッツも食べすぎて、すごい太っちゃった。ピーナッツ食べすぎたら太るん。しょうがないよ。あ、でも普通のピーナッツはあれやけど、ピーナッツクリームとかは太りそう。私は変だと思うな。そこはアスムって言わないのか。どうすればもっと頭が良くなるかな。答えてもらえない。あやかの部屋から謎の話し声が聞こえたんだけど。謎の話し声とは一体。実は私、髪型変えようかと思ってて。変えない方がいいって。今のが似合ってる。私、アイドルになる。お？涙が流れるよ。マジで？ナミちゃん。会えるね、そういう、そこ。ここで、なんか美味しいもの
でもまあ誰かのファンやって自分がその人に会いたくって芸能界に入るっていう人もおるよね。まあでも後々動機がそれでも後々仕事が好きになればそれはそれでいいと思うんだ。だって仕事も好きで憧れとった人にも会えてって最高じゃね。ね。ほい、それじゃあなっちゃん、お、携帯で誰かと話し中ですか。はいはい。誰と話してんだ。入るよ。グッモーニン。お、新しいインテリア、マジで？ここ結構いいよ。私的になっちゃんの部屋すごく好きよ。まあ、とりあえず見に行こうか。お花畑。宇宙要塞。すげえかっこいいな。銭湯。あ、もうなんか、おなじみ感が半端ない。なりきん。うわー、なんか趣味悪いよ。すごいな、めっちゃあれ。ダイヤ浮いとるけど、何あれ。じゃあ、お花畑行くか。今月限定だし。蝶の舞うお花畑。こんなのどかな部屋に住んだらストレスなんてなくなりそう。天国みたいやね。買うよ。これを一つ。ほい。じゃあはい。これが、今日からなっちゃんの家。おー、すごい。お、気に入った。よかった、よかった。じゃあ見ていく。あ、すごい、蝶々飛びよんやけど。まあね。だってほら、新しい部屋じゃなくても私、模様替えとかしたら、めっちゃウッキウキやもん。もうほぼ新しい部屋と変わらんもんね。え、てか、どこかしらから風が。ね、鼻めっちゃ揺れてるんですけど。どうですか？うん、かわいいと思う。大事にして。これは蝶の世話も一緒にせんといかんのかな。ほい、じゃあ次、道具。携帯、化粧品。まあ、今時って感じ？バレーはあるけど。それじゃあね、鏡。ほい、これで全身映せる鏡で服装チェック。美しい自分の姿に思わずうっとり。そういう。はい。でも全身の鏡欲しいね。全身の鏡欲しいけど、夜中とかに目覚まして鏡見るのは嫌かな。そうだよね。彼女だもの。そうじゃなきゃ。お、早速見よる見よる。これって後ろの風景とかも映っとんかな。あ、ちゃんと映っとるね。へぇー。いいね、いいね。全身鏡を買って、あ、じゃ、ココちゃん入るよ。で、寝るときには裏返しとけばいいんかな。おはようございます。アユナのそっくりさん。おはようございます。靴しゃみが出そうで出ません。起きた。ちょっとやり方を変えてみよう。手伝うよ。じゃ、今回は、こう、こんな感じでやっていこう。こっちの方がいいんじゃない？前までね、私めっちゃね、ズボ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 鼻の穴に入れてたんだよね。これも入れよるかな。あ、ほら、絶対こっちの方がこしょぱいやろ。関係なかった。関係なかった。なんか、微妙な気分です。ですよねー。神殿のシーンと出会って、ここの人生が変わりました。お、いいね。人生を変えるほどの出会いって素敵だわ。そしてさっき気になったのが、友達になりたいマークが、リンちゃんに。遊びに来ないかな？入るよ。誰か遊びに、私が遊びに来た。おはようございます。おはようございます。アリスに友達になってほしいと言われたのですが。お、いいやん、いいやん、アリスちゃん。いいんじゃない？ちょっと話をしてきます。うんうん、行ってらっしゃい。お、ウキウキしながら待ち寄るよ、アリスちゃん。お、もうなんか早速いい感じじゃない？
やあ、やっほーみたいな感じやん。どうよ。もう終始楽しそうやもん、アリスちゃん。違うかわからなかったので、どんな友達になりませんでした。マジで？あんなニコニコだったのに。まあ、今後友達になることを期待します。人も傷つけてしまいます。なるほどね。それがあるけんかな。ほい、ということで、今回はこの辺で終わりたいと思います。最後まで見てくださってありがとうございます。よろしければチャンネル登録、グッドボタン、ツイッターフォローお願いします。最初から見てもいいよという方は動画の概要欄に再生リストのリンクを貼ってますので、そちらからどうぞ。いつもたくさんのコメントありがとうございます。また次回の動画でお会いしましょう。まったねー。私自分で勝手に着替えるところリアルタイムで初めて見たんだけど、さっき